大将は中国人民解放軍の階級の一つ。1955年から1965年までの間、中華人民共和国元帥のもと上場の上に置かれた。中華人民共和国の建国後、日中戦争及び国境内戦において多大な貢献を成した中国共産党の軍事指導者に授与された。 階級賞は4つ星でソビエト連邦軍の上級大賞に相当する。本校では1988年から1994年の間に存在した一級上昇についても触れる。大賞の階級は1955年2月8日、第1期全国人民代表大会常務委員会第6回会議において中国人民解放軍将校服務条例が可決され、 解放軍に階級制度が導入された際に設けられた。同年9月27日には国務院主催の階級授与式が挙行され、州本来国務院総理から10人の軍人に対象の階級が授与されている。しかし、文化大革命直前の1965年5月22日、遊撃戦争を主体とする毛沢東軍事路線への転換により、階級制度は廃止された。 1988年7月1日、第7期全国人民代表大会常務委員会第2回会議において中国人民解放軍商工会級条例が可決され10月1日から施行されて階級制度が復活したが対象階級の規定は廃されていた。これは平和な時期と戦争の時期とは異なる考慮がなされると説明され、対象は 戦時の階級とされたためである。一方で、旧条例では、軍の階級は、終身の称号との規定があり、また、1955年から1965年の期間に授与された将校の階級を確認する議案が、同時に可決されたことにより、旧制度で授与された、対象階級が再確認された。これらは退職した、あるいは退職させられた軍人の不満をなだめるための、 処置であったと分析されている。1955年、次の10名が同時に任官した。彼らは合わせて十王大,大将と呼ばれる。全員、一級81勲章、一級独立自由、勲章及び一級解放勲章を受勲している。人民解放軍の歴史上、空軍大将は存在しない。1988年の階級制度復活時、 大将の階級賞とデザインは異なるが、四つ星の階級賞である一級上将の階級が制定された。この階級は、中央軍事委員会の主要な指導的同士、すなわち、中央軍事委員会主席と副主席に授与されるものと説明された。しかしながら、当時の中国共産党中央軍事委員会主席、東昇平と副主席の長子王と楊少婚は、 重要を辞退したとされ、誰にも重要されることなく1994年に廃止された。中国人民解放軍軍艦服役条例、中国人民解放軍軍区組制、新加盟平松、66ページ。第3、届け全国人民代表大会常移会第9次、海共中人民共和国主席令平松、78から80ページ。平松、 75.78から79ページ。平松80から81ページ。平松81ページ。平松81ページ。ージありがとうございます。